はい、伊東市腰痛119番の健康スポーツセンターに、院長の平原です。ハリウッドスターの思い出、今回は、トム・クルーズでいきましょうか。トム・クルーズさんね、ちょうどこの写真はですね、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアって古いですけれども、その時に、来日された時にお会いしました。ちょうどね、髪の毛をすごい伸ばしてて、どうしてそんな髪の毛伸ばしてるんですかって言ったらば、まあ、次の役にどんな役が来てもいいように、例えば、髪の毛切っちゃうと、長い役はできないけれども、長ければ、短くね、できるしっていうふうに言ってました。結構プロフェッショナルですよね、そういうところ。またですね、本当に陽気で、ニコニコ笑って、笑い声がね、本当特徴的で、映画でもね、よく、笑顔すごく素敵ですけれども、本当に笑い声、すごく、印象的でした。本当に、アメリカの好青年だなっていうような感じがしました。